人権擁護委員。人権擁護委員とは、人権擁護委員法、昭和24年法律第139号に基づいて、日本の各市町村に設置される非常勤職、法務大臣が移植する民間のボランティアである。人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように、監視し、もし、これが侵犯された場合には、その救済のため、 速やかに適切な処置をとるとともに、常に自由人権思想の普及公用に努めることを、その使命とする公職である、人権擁護委員法2条。委員は、各市町村長、東京都の特別区においては、区長が推薦したものの中から、当該市町村を包括する、都道府県の単位弁護士会及び、人権擁護委員連合会の意見を聞いて、法務大臣が委嘱する、法6条。 任期は3年だが、任期満了後も公認者が移植されるまでの間は、職務を行う、法9条。職務を行うために要する費用の弁償はなされる、ものの、給与は支給されないボランティアである、法9条。8条。委員は、職務に関して、法務大臣の指揮監督を受ける、法14条。市町村長は、法務大臣に対し、 当該市町村の議会の議員の選挙権を有する、住民で人格指揮権高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について、理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び、弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって、直接間接に人権の擁護を目的とし、またはこれを支持する団体の構成員の中から、 その市町村の議会の意見を聞いて人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない法六条三項法で選挙権を有する住民で青年に達したものと定められていることから法律で事実上の国籍項が明記され日本国籍を持つ青年者であることが要件となっている以下のいずれかに該当する者は人権擁護委員になることはできない法七条 人権擁護委員が、いかに該当するに至ったときは失職する。法務大臣は、人権擁護委員が、いかに該当するに至ったときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解職することができる。会食は、当該人権擁護委員に、会食の理由が説明され、かつ弁明の機会が与えられた後でなければ、行うことができない。 委員の職務は以下のことが規定されている法十一条。また、委員の含務として次の通り定められている法十二条、十三条。人権擁護のための組織としては、法務省人権擁護局の下、同局の出先機関として、各法務局の人権擁護部八カ所、各地方法務局の人権擁護課十二カ所が置かれ、また、各法務局、または、 各地方法務局の各市局に置かれた総務課、総務係284カ所が人権擁護に関する事務を取り扱っている。これらの組織に対応して全国人権擁護委員連合会、ブロック人権擁護委員連合会8カ所、都道府県人権擁護委員連合会50カ所、人権擁護委員協議会341カ所が置かれ、 人権擁護委員の職務に関する連絡、調整、資料及び情報の収集などを任務としている。委員の数は2012年、平成24年現在約13,689人。2001年、平成13年1月1日付の現況は以下の通り、教員、公務員などの退職者に移植されることも多く。 名誉職的な位置づけとなっていることも多い。全国の人権用護院の2011年、平成23年中の活動実績は次の通りである。2011年度、平成23年度の人権用護院制度に関わる予算執行額は9億9300万円である。人権用護院制度は 日本国憲法の施行から1年ほど経った1948年、昭和23年7月、政令である人権擁護委員令、昭和23年政令第168号に基づき発足した。当時、憲法の中核をなす基本的人権の保障をより従前なものとするため、法務庁、法務省の前身に人権擁護局を設置し、法務総裁、 法務庁の庁が人権擁護の事務を管理していた。人権擁護委員は、この法務総裁及び法務庁人権擁護局の事務を補助させるため、都道府県ごとに置いたものである。翌1949年、昭和24年には、新たに人権擁護委員法、昭和24年法律第139号が成立し、全国の市町村に人権擁護委員を置くという現行の、 人権擁護委員制度が始められた。当初は人権擁護局に出先機関がないことから始められた制度であったものの、人権擁護の推進という事務の性質上、官民一体となって行うことが望ましいことから、各法務局の人権擁護部、各地方法務局の人権擁護課といった出先機関が設置された後も、順次人権擁護委員制度は拡充されていった。 人権擁護委員は人権啓発活動や人権相談を中心にその役割を果たしてきており人権擁護行政の重要な一翼を担ってきたと評価されている。1991年度、平成3年度には法務局、地方法務局や一定の市局に常駐し人権相談等に従事するものとして指定された人権擁護委員である常駐委員の制度が始められ、 1994年度、平成6年度には、子どもの人権問題を主体的、重点的に取り扱うものとして指名された、人権擁護委員である子どもの人権専門委員の制度が始められるなど、活発な活動を展開し、成果を上げているものもある。しかし一方で、活動実績の乏しい委員も存在し、また、人権救済等に必要な専門性や経験を、 有する人権擁護委員が必ずしも十分に確保されていないため活動の実効性にも限界があると指摘されてきた。1997年平成9年5月当時の松浦伊佐法務大臣は人権擁護推進審議会に対し人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項を内容とする指問を行った。 平成9年法務証券総第236号同年諮問第2号。同審議会はこの諮問に対して人権尊重の理念に関する国民総合の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について1999年平成11年7月予備人権救済制度のあり方について 2001年、平成13年5月と題する答申を発表した。さらに同審議会は、2001年、平成13年12月、人権擁護委院制度に関してまとめた、人権用護院制度の改革についてと題する追加答申を発表した。同追加答申では、人権擁護委院制度について、その実効性等につき様々な問題点が指摘されているとして、 改革の必要性を表明した。法務省は、この答申を受け、人権擁護行政と人権擁護委員制度の抜本的な改革を検討し、人権擁護法案にまとめて、2002年、平成14年の第154回国会に提出した。なお、同法案は、その後継続審議とされ、2003年、平成15年10月に衆議院解散が行われたことにより、 廃案となっている。2012年、平成24年9月19日、野田内閣は、次期国会に提出することを前提として、人権委員会設置法案及び、人権擁護委員法の一部を改正する、法律案の内容を確認する、閣議決定を行った。この人権擁護委員法の一部改正法案によれば、人権擁護委員に関する事務は、人権委員会の所掌とすること、 人権擁護委員は人権委員会が委嘱すること国家公務員法が適用される非常勤の国家公務員給与は不支給とすること市町村長の推薦によらない特例委嘱制度を創設することなどが主な改正点である楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください